メメントは2000年に公開されたアメリカ映画、クリストファー・ノーラン監督作品で出世作であり、代表作の一つ、監督の弟であるジョナサン・ノーランが書いた短編、メメントモリが元になっている。ストーリーを終わりから始まりへ時系列を逆向きに映し出していくという形式を取りながら妻を殺した犯人を追う男性を描く。その革新的な内容が口コミで広がり、 風切り時に11巻だった上映劇場が500巻以上に拡大し10周目にして全米チャート8位にランクインした。またアカデミー賞において脚本賞、編集賞にノミネートされるなど工業的にも批評的にも高く評価された。また2017年には2000年代の映画としては4作品目となるアメリカ国立フィルム登録簿に追加された。 本作品は分割されたシークエンスが本来の出来事とは逆の順から映し出されていく形式となっている。これにより観客は状況が把握できず記憶の長続きしない主人公レナードと同じ視点から物語を見ることができる。また各シークエンス間にはより過去の出来事であることを表す白黒のシークエンスが短く挿入され、そこでは主に過去の階層を通して 主人公の特殊な境遇が説明される。ただしこの白黒のシークエンスは通常の時系列順に移される。物語はカラーのシークエンスと白黒のシークエンスが交互に移されていくことになる。物語開始時点では両シークエンス間には時間的に隔たりがあるので一見つながりを持たないように見えるが物語が進むにつれ同じ時間軸上にあることが次第に明らかとなり、 最終的に、両シークエンスは、連続した一つのシークエンスとして結合する。以下、便宜上、白黒のシークエンスとカラーのシークエンスを分けて書き、内容は作品内で映される順番に書く。なお、本来の出来事の発生順に物語を知ろうとすれば、まず、白黒のシークエンスを順に読み、次に、カラーのシークエンスを終わりから段落ごとに遡って、読めばよい。 モーテルの一室で目覚める主人公、レナード。彼はどのくらい自分がそこに滞在しているのかもわからない。左手にあるサミーを忘れるなという一文をはじめ、彼の全身にはあちこちに文字のタトゥーが刻まれている。それらは妻を強姦し殺害した犯人を見つけ復讐を果たせ、という過去の自分が残したメッセージや、その犯人に関する事実と題された手がかりである。 過去、彼は、妻と共に強盗に襲われ、頭部に損傷を受けて、以来、新しい記憶を数分以上保つことができない、前校性健忘症を患ってしまったのだ。彼は、タトゥーのほか出会った人物や場所を、ポラロイドカメラで撮影し、そこにメモを書き添えたりすることで、記憶の代替都市、過去の自分との連続性を何とか保ちながら、警察が追わない犯人。 ジョン・ジーを独力で探し出そうと、探偵のような暮らしを送っていた。レナードは、電話相手の協力者と応募式の人物に、自分の症状の説明代わりに、サミーについての話を始める。サミーとは昔、彼が保健調査員の仕事をしていた時に担当した顧客で、現在のレナードと同様、交通事故の後遺症により、記憶能力を失ってしまっていた。しかしレナードがそうであるように、 糖尿病の妻にインスリン注射を打つなど、事故以前に学習したことは、問題なくできた。こうした、記憶障害は稀に発生するのだが、詳しい検査の結果、サミーには、条件反射による学習も発生しなかったため、心因性と診断され保険金は降りなかった。俺は、サミーとは違う。感覚で覚えることができると語るレナード。メメントの、構成イメージ。隔たれた。 白黒のシーンとカラーのシーンを交互に映しながら進行し、最後に両者が結合して終わる。サミーを懸命に支えつつも疲弊しきった妻は、ある日、最後の望みを託しかけに出た。自分の命を危機的状況にさらせば、土壇場で記憶力を回復するかもしれないと考え、短時間に繰り返しインスリン注射を夫に頼んだのだ。だが、思いは届かず、サミーは言われるままに、 地資料を超える注射を打ち、妻は死ぬ。メメントのタイムライン。赤線イコールカラーのシーン。青線イコール白黒のシーン。横軸、映画の時間経過。縦軸、物語外の時間経過。話を終えたところで、電話の相手は、自分が、ジョン・ギャメルという麻薬捜査官であり、ジミー・グランスという麻薬の売人が、レナードの追っている犯人、ジョン・ジーであること。 麻薬取引場所である廃屋で、ジミーと接触できることを教えた。廃屋に現れたジミーは、顔馴染みのように振る舞ったが、レナードは構わず、殴り殺し、彼の衣服に着替えた。テディと廃屋に来たレナード。自身の手には、奴の嘘を信じるな。奴が犯人だ。殺せと書き添えられた、テディのポラロイド写真があった。とうとう犯人を見つけたのだ。銃を突きつけるとテディは、 お前は何もわかってない。一緒に地下室へ行けばわかるとサトすが、レナードは頭を打ち抜いて殺す。レストランでナタリーという女性と落ち合う。彼女は犯人の手がかりとして、ジョン・ギャメルの情報を手渡し、殺害場所に適した麻薬取引に使われる廃屋を教える。このジョン・ギャメルはテディと同一人物だった。事実6である車のナンバーが一致したことでレナードは確信し、 テディの写真に奴が犯人だ。殺せと書き加える。物語内の出来事順に整理されたタイムライン。青いコール白黒のシーン。赤いコールカラーのシーン。横軸、物語内の時間経過。縦軸、映画の時間経過。ドットナルチを流した男の写真を手に、一体自分は何をしたのかとナタリーに問い詰める。私を救ってくれたのだと沈めるナタリー。 彼女は恋人、ジミーを亡くしたという共通点を持っていた。人を共にした翌朝、彼女はレナードの太ももに掘ってあるジョンジーの車のナンバーを調べてやると言って昼に再会を約束をする。街中を銃を持った男ドットから逃走するレナード。待ち伏せて倒したものの状況が飲み込めない。自分のメモに従って男を街から追放し、ナタリーの家へ向かう。 大金を持って、麻薬取引に行ったジミーが消えたので、仲間のドットから裏切りを疑われていると焦るナタリー。レナードがこのトラブルに関わっていると勘ぐっていた。ナタリーは、ドットを殺せと要求し、激しい喧嘩にまで発展する。しかし、ほんのわずかな時間でレナードは喧嘩した記憶を失い、炎上を引き受けるのだった。タトゥー屋で、事実6のタトゥーを太ももに掘った後、ポケットに入っていた。 後で来て、ナタリーよりというメモをもとに、アルバーを向かう。バーテンダーのナタリーは、レナードの車と格好を見て怪しむが、彼が妻を亡くした、記憶障害者であるという心情を知ると、憐れんで自宅に招き、数日止めてやることにした。レナードは殺したジミーを、廃屋の地下へ隠す。ジミーが自分を知っていたことに不信を抱き、到着した手でを殴って問い詰める。するとテディは、 麻薬取引にレナードを利用していたこと、本物のジョン・ジーは、すでに彼の協力で1年前に殺害済みだったことを白状する。また、サミーの話は、レナード自身の身に起こったことだという。実は、妻は、事件後も生きていたが、記憶能力を失ったレナードに絶望し、自分にインスリンを過剰投与させ、死んだのだ。サミーを忘れるなというタトゥーは、実在の保険金詐欺師、 サミーの話にすり替えて覚え込み、罪の意識から逃れるためだろうという。テディを恨んだレナードは、あえて真実をメモに残さず、テディの写真に、奴の嘘を信じるなと書き添え、事実録として、彼の車のナンバーを書き取り、トランクルームに大金の入ったジミーの車を奪って走り去った。現実と自分の作り出した記憶の境界が曖昧なように感じた。彼は、車を走らせながら、 目を閉じ、こうしている間も世界は実在するだろうかと自問する。目を開けると街の景色は流れ、移り変わっていた。そこで、やはり世界は実在すると認め、記憶とは自分が自分であると確認するためのものに過ぎないのだと思った。ふとタトゥーヤを見つけ、急停車する。タイトルの由来はラテン語のケグ。詳しくはメメントモリを参照。映画、 バンクジョブ配信公式サイト新ラックありがとうございます。